パーベル一世、パーベルペトロビチ、ロマノフ、ロシア語、ラテン文字転写、パーベルペトロビチロマーノフ、1754年10月1日から1801年3月23日は、ロマノフ町第9代ロシア皇帝。シュレースビヒホルシュタイン公、オルデンブルク博としてはパウル。母エカチェリーナ二世の奉魚を受けて、ロシア皇帝に即位する。母ミカドとの確執から、 エカチェリーナの政治を全否定する政治路線を取り、次第に停心の離反を生み、ついには1801年3月23日クーデターによって暗殺された。現在に至るまで暴君、暗君の悪名が絶えない皇帝だが暗殺により、非合の死を遂げた結果、彼の知性や彼、個人への悪評は、もっぱら彼の反対派により綴られたものであることに注意が必要である。 パーベル・ペトロビチ大公1754年10月1日に、サンクトペテルブルクのエリザベータ・ペトロブナナツ宮殿で、ロシア皇太子、ピョートル・ヒョードロビチ大公と、皇太子妃、エカテリーナ・アレクセイエブナの大臣王子として、誕生する。パーベルの出生にあたっては、ピョートル・エカチェリーナ夫妻の子ではなく、エカチェリーナとその愛人、セルゲイ・サルトイコフ伯爵の愛の子であるという説があり、 エカチェリーナ自身が、回想録でそのことを強くほのめかしている。エカチェリーナはピョートルが不能であり、子供を作ることはできなかったと主張しているが、現存するピョートルのエカチェリーナ宛ての手紙の内容は、これを否定するものであり、ニコライ一世の Y 染色体ハプログループは、ロシアでほとんど見られないものである。ブリタニカ百科事典第11版では、風説以上の証拠はないとしている。 なお、セルゲイ・サルトゥイコフ伯爵は、フィラレートの姉妹のアナスタシアの子孫であるため、仮に、パーベルの父が彼であったとしても、パーベルは、ロマノフ家の血を引いていることになる。パーベル・ペトロビチ対抗を幼児期に、母親から引き離されて、エリザベータ女帝の下で養育され、1760年には、教育係として、ニキータ・パーニン伯爵が任命された。エリザベータは、 後継者であるパーベルを溺愛したが、無分別で無視量な少年に育ってしまったとされる。その一方で、少年時代のパーベルについては知的で要望が美しいとも報告されている。1771年にチフスにかかり、要望が変化したため、粗暴で猜疑心の強い性格を形成したと言われる。家庭教師のポローシンは、 パーベルが常にせっかちで話に熟慮が見られないと述べている。なお、チフスリカンを契機にパーベルに生殖能力があるのかを確認しようとする母のエカチェリーナ2世の勧めでソフィア・ステパノブナ・チャルトリスカや公爵夫人を愛称とし、1772年には男児、セミオンが誕生している。エカチェリーナ2世は産後すぐに 手元から引き離されたパーベルに対して、世間一般のような愛情を感じることはなかった。ロシア駐在イギリス大使のバッキンガムシャー伯爵が1764年に報告したところでは、エカチェリーナ2世がパーベルを憎み、1762年の宮廷クーデターの後に、もう一度宮廷クーデターを起こすことの危険性が、なければ、パーベルを殺害しただろうという。 一方で彼女はパーアン人という有能な教育係や家庭教師などをパーベルにつけている。ホルシュタイン校を兼ねていたが、1773年にデンマークに活動した。同年、エカチェリーナ2世の計らいで、ヘッセンダルムシュタット紅白ルートビヒ九世の娘、ビルヘルミーナを皇太子妃として迎えた。ナターリアが1776年に三徳で死去した後、パーベルは、 ユルテンベルク広告からゾフィア・ドロテアを迎え、再婚した。夫妻の間には10人の未婚女が生まれた。パーベルは自分が母に暗殺されると疑心暗鬼に陥っていた。自分の皿に割れたガラスが混ざっていると訴えたこともあった。一方でパーベルは脱権を目指し、陰謀を巡らし始めた。エカチェリーナ2世はパーベルのシェフであるパーニンハクを引退させるとともに、 各散次会への出席を取りやめさせるなど、政治の場から距離を置くようにした。プガチョフの乱は、パーベルの立場を微妙なものとした。エカチェリーナ2世は、怪獣作の意味もあって、1777年のアレクサンドル誕生を記念し、サンクトペテルブルク近郊のパブロフスクに領地を与えた。さらに1781年から1782年にかけて、パーベル夫妻に対して、 西ヨーロッパ旅行を直挙した。1783年、エカジェリーナ2世はパーベルにガッチナを与え、パーベルは自らの宮廷を持った。父ピョートル3世同様に、プロイセン風に偽装させた軍隊を越兵する遊びに熱中するが、それは母ミカドの最も意味嫌うところであった。パーベルの短期で再疑心の強い性格は変わらず、 ミコ女たちに対しても恐ろしい暴君前として相対していた。エカチェリーナ2世はパーベルに見切りをつけ、彼を拝着して、孫のアレクサンドルを時代の皇帝たらしめんと望むようになった。実際に行動に移ることはなかったが、パーベルの殺害以外に方法はなく、エカチェリーナ2世がそれを選ばなかったためとされる。パーベル1世1796年11月5日。 エカチェリーナ2世は脳卒中の発射に襲われ意識を失った。母ミカドキトクの法を受けたパーベルはガッチナから東急に向かった。この時にアレクサンドルに当てて書かれた遺言書を焼却する機械自体があったという。11月6日、エカチェリーナ2世は意識の回復しないまま放御し、パーベル1世が即位した。皇帝に即位したパーベル1世に 政治方針があったとすれば、エカチェリーナ2世の政治を全否定し、その反対を行おうとしただけである。母ミカドによって、シベリアに流刑となっていたアレクサンドル・ラジーシチェフ、シュリス・セリブルク監獄に投獄されていた、ニコライ・ノビコフラを釈放したほか、ポーランド独立派の死師、タデウシ・コシチュシコにも金を与えて、アメリカに亡命させている。母ミカドの葬儀にあたっては、 イシュガエ氏のごとく、意外は、ピョートル三世の皇妃として並んで葬られた。パーベル一世が主導した外交では1798年に、第二次大仏大同盟に参加して、フランスと敵対した後、1801年に、第二次武装中立同盟に参加して、イギリスと敵対した。しかし、いずれも、国益を考えての行動ではなく、前者はパーベルが団長を務める丸滝次第が、 フランスに攻撃されたためで、後者はパーベルがナポレオン・ボナパルトに感銘を受けたためであった。1797年4月5日、パーベル一世の戴冠式が行われたが、同日に定位継承法を定めて、男系男子による定位継承のルールを確定し、女性が定位につくことを禁じた。将校らに暗殺されるパーベル一世1八百年末。 ベータルートビヒホンデアパーレン伯爵、ニキータペトロビチパーニン伯爵、ホセデリバスがパーベル一世への暗殺を計画した。1800年12月にリバスが死去したことで実行が遅れたものの、1801年3月11日、レオンティ・レオンティエビッチ・ベニグセン率いる罷免された士官たちがミハイロフスキー城にあるパーベル一世の寝室に乱入して彼を暗殺した。 パーベル一世の暗殺時に城内にいた息子、アレクサンドルが、ニコライ・アレクサンドロビチ・ズーボフによって、皇帝即位が宣言され、それを受け入れた。愛称ソフィア・ステパノブ・ナ・チャルトリスカや公爵夫人との間の諸男子。1773年、ヘッセンダルムシュタットハクルートビヒ九世の娘、ビルヘルミーガと結婚した。ナタリアが1776年に、 三塾で死去した後、パーベルは、ビュルテンベルク広国からゾフィア・ドロテアを迎え、再婚した。夫妻の間には10人の未婚女が生まれた。ありがとうございます。